大阪市消防局安倍野消防署安倍野消防署安倍野消,消防署は大阪市安倍野区にある大阪市消防局が管轄する消防署である。安倍野区松崎町4丁目に位置し、生命通、反乱の2出張所、約120名の職員、特別救助隊、消防車、救急車が配備され、安倍野区の安全確保に努めている。現在の安倍野区,区の区域を管轄する。 消防署は南消防署、後、今宮消防署、ついで天王寺消防署と変遷してきた。安倍の区全域を管轄する消防署として、1944年2月1日付で安倍の消防署が会長した。安倍の区安倍の筋3丁目、大阪市電気局安倍の自動車車庫の一角を借りて会長している。翌1945年2月20日には、 安倍の区天皇次長2674番地、元三井物産大阪支店社員クラブに移転している。しかし1945年の大阪大空襲により、1945年6月29日に、近隣の西成、住吉の両消防署を統合し、反乱消防署に解消した。反乱消防署は、安倍の、西成、住吉の3区を管轄した。 1946年3月20日に、住吉消防署が復興会長し、元の安倍の消防署に改称している。当時の安倍の消防署は、安倍の西成の2区を管轄していたが、1948年2月5日に西成消防署が復興会長したことに伴い、西成区を管轄区域から外し、現在の管轄区域となっている。 1950年7月に暴露が完成し、また1962年11月には借地だった敷地を買収して、私有地としている。1990年には大規模改修を実施し294平方メートル増築されている。本所安倍の消防署の4型救助工作者、生命通り氾濫予備、ありがとうございます。